ニスモフェスティバルで高橋国光の追悼イベントやるからケイちゃん3人 GTR 乗ってよっていう柿本総監督から電話いただいて、なんだろう、今までのニスモフェスティバルってたまに呼ばれるんですけど、やっぱ自分のスーツで自分のヘルメットで、でも今年は違いますよね、今年はもう国さんの代わりに走ってくれって柿本さんから言われたんで、今日は土屋圭一がテストをやります、明日は高橋国光の代わりを代役をやらせていただきます。かっこいいよね。乗りやすかったですか当時？かなり厳しかった。あ、めっちゃ暴れた。暴れた。めっちゃ暴れた。すげえ暴れんぼ、暴れんぼ。すげえなー。で、32 GTR はやっぱり同じハンドルを握ってるから、やっぱ思いは強いですよ。本当あれは忘れられないな。仙台スノーの3位表彰台、もう高橋邦光を表彰台に上げるのは俺だっていう、そのなんか神から与えられた仕事、高橋邦光を表彰台に上げる、それが俺の仕事みたいな。だけどね、その嫌なマスコミもいたんですよ、その当時ね。3位表彰台で抱き合って泣くんじゃねえよ、みっともねえ、優勝してからやってみろみたいなね。だけどその人には僕の思いなんか伝わりませんよ。その当時彼らはもう高橋邦光の時代じゃねえよ、星野一義だよ、時代は星野だって陰口言ってた人たちですからね。だけど僕の中には高橋邦光をもう一回花を咲かせたい、表彰台であの笑顔を見たいっていうのがあったんで、3位表彰台で上がる前に国さんと抱き合って泣いちゃいましたけどね。だから旗から見てれば変だと思いますよ、3位でなんで抱き合って泣いてんの。だけどその思いは国さんも分かってくれたと思う、俺の思いがね、国さんを表彰台に上げるっていうその思いが分かってくれたから、俺が車から降りて国さんが駆け寄ってきてくれて抱き合った時にもう2人とも涙が出てるっていう。近づいていくのって昔の記憶が蘇ると思うんですが、いかがですか？ね、蘇るなんてもんじゃないよね。あの車を見たらもう国さんですからね。まあ僕の前に和樹がちょっとあの土屋に乗せる前にちゃんと走るかどうかチェックしておきます。和樹の後ろ姿を見た時に32 GTR 国さん。なんかうるってきましたね。あ、クニさんもこういう思いで俺のピットアウトを見てたんだろうなっていう、もうカズキが出てくときがそう、本当にもうクニさんと被っちゃって、あ、クニさんが行くみたいな。電子制御が今みたいにものすごく綺麗にこう正確に動くっていう電子制御じゃない、もうガンガゴ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 ンみたいな、その四輪制御ですよ。それをこうアクセルで合わせ込んでいく、でステアリングでそのガコンガコンを修正しながら運転するっていう車でしたよ。だから本当なんだろう、
その誰にでも与えられた車じゃなくて、本当に高橋邦光だから日産も出したっていう一台だと思いますね。それこそ、富士の時はインターテックですよね。そうですね。インターテックではリタイア、リタイアです。あの時はもう今でも覚えてますけども、難波さんがやってきて、木曜日かな、難波さんがやってきて、邦さんのことを難波社長は、おい下手くそいるか、いや下手くそはないっすよっていうところから始まるわけですよ、難波社長と。で、邦さん、難波社長いらっしゃいましたって言ったら、あ、どうもおはようございますって、おい下手くそどうだ、もう最後だからお前邦光のところの車、星野と同じ 1.75 のブーストあげてやるから、ちゃんと勝負してこい。そしたら邦さんが、え、どういうことケイちゃん、いや僕らは2軍だったんでブースト落とされてたんです今までずっと。あ、そうなのその割には勝ったよねオートポリスでみたいな、もうあの人はそのふざけんなよそんなことしやがってっていう気持ちがさらさらない人だよね。でもブーストは 1.45 だろうが 1.45 で勝ったんだからいいじゃないっていう人ですよ。でインターテックの時に星野さんと同じ 1.75 にしてもらったらとんでもなく速くて、でその邦さんに変わる前に僕が先に行ったんですけど、その時のことも鮮明に覚えてますよ。この速さのまま優勝できるから、これは邦さんに取っておこう。だからずっと俺直線でスリップ入って抜けるんだけど、星野さんを抜かないでアクセル戻して待ってた。そしたらブーストが2キロ以上上がっちゃって、それでねブローしちゃいましたね、タービンブローですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当もったいなくて走れない。なんかもう栗さんの片身だからさ、もったいなくてさ走れない。違和感はない。これで栗さんに交代したいって感じだよね。明日は高橋邦光の代わりを代役をやらせていただきます。で栗さんの当時かぶってたジェットヘルメットをかぶります。で、まあ、おこがましいですけどね、高橋邦光さんの代わりはできないけど、本当にこう皆さんに、日産の皆さんに納得していただけるような、邦さんのファンに納得していただけるような高橋邦光の代役をやらせていただきます。ありがとうございます、ね、これは邦さんのそばにいる人じゃないと撮れない写真です。ありがたいね。この美女は一体誰なの、モデルだよね、
栗さんの代役務めさせていただきました。いや、いい記念だよね。やっぱりこの栗さんのこういうイベントをやってくれることが嬉しいよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。